皆さんこんにちは。メンタルビジョントレーニングの松島まさみです。コロナ感染拡大による外出自粛により、ストレスケアや自宅でできるトレーニングなどのご相談を受けることが増えています。そこでアスリート向けの家でできるストレスケア、運動機能アップトレーニングの無料動画配信をしたいと思います。興味を持っていただけましたら、オンラインでのトレーニングも行っておりますので、ご相談ください。スポーツのスキルを上げるためにやることといえば筋トレ、それぞれの競技のスキルの練習、ストレッチなど体のケア、いろいろやってこられたと思います。でも運動のスタートって目ですよね。目で見たものを判断してバランスをとったり、自分の動作を決めたりします。人の見え方と比べることができないので気づきにくいものなのですが、トップアスリートは目の働きがいいということが世界中の研究で分かっています。メンタルビジョントレーニングの基本、目のストレッチから始めていきます。まず人差し指で顎を軽く押さえてください。親指を前に突き出します。親指の爪を見つめたまま、右腕をゆっくり右に動かします。ゆっくり戻します。今度は逆、左手の親指を突き出してゆっくり左に動かして、顔はまっすぐ向けたまま目だけを動かしてください。今度は上方向、下方向、斜め方向、斜め上方向、下方向、これを5往復ずつ行ってください。次は目の筋トレをやっていきます。メトロノームアプリを使ってください。1分間に60打つテンポで始めてください。親指を前に出します。肩幅より少し広げてください。音に合わせて左、右、左、右、音と一緒に素早く目を動かしていきます。次の音が鳴るまでは目をピッタッと止めてください。次は上下、上、下、上、下、瞬間的に動かす、止めるということが意味があります。次は斜め、逆斜め、
これを5往復ずつやってください。